はい、皆さんこんにちは、高橋久典です。今回は今年も行われました現役ドラフトについて伺いたいと思います。巨人は阪神から馬場康介投手を獲得しました。まあ、ある意味大金星とも言われてますが、この結果いかがですか？チームにいい補強ができたんじゃないかなっていうふうに思います。やっぱり今年のダメなポイントがピッチャー陣、ブルペン陣っていうのがね、浮き彫りになったので、それはやっぱりダメなところをこう補強できたんじゃないかなっていうところに関しては、現役ドラフトこれ成功じゃないかなっていうふうに思いますね。うん、改めて馬場投手のプロフィールですが、2017年阪神にドラフト1位で入団。阪神での6年間は主に中継ぎとして106試合に登板し、7勝4敗29ホールドポイント、防御率は 3.49、豪快に投げ下ろす150キロ強の直球とスプリット、さらに独特の軌道を持つカットボールが武器ということですが、久野さん、投球映像をご覧になったと思うんですが、馬場投手の印象いかがですか？いや、 やっぱり投げっぷりがいいなっていうところですね。やっぱりストレート系も回転が結構、回転数が多いと思うので、なんかこうスピンが効いてるボールになってるんですよね。でやっぱ三振も多く取れるので、これやっぱりブルペンにいてね、助かる存在じゃないかなっていうふうに思うんですね。やっぱりピンチの時にこうバットに当てられちゃうとね、やっぱりこうもしかしたらっていうところがあるんですよね。でやっぱりピンチの時に三振を取ってくれるピッチャーっていうのは、やっぱベンチサイドからしてみたらすごく安心感があるわけですよ。やっぱり三振が多いブルペン陣、ね、三振が多いリリーバーっていうのはやっぱり重宝されるんじゃないかなというふうに思いますね。だそういうことに関しては、やっぱり馬場投手も三振を、ね、多く取れるし、スプリットもやっぱりね、結構速いスピードで落ちていくんですよね。ファーストボールが140、ね、中盤から後半なのに対して、やっぱりスプリット系が140キロぐらい出てるんですよね。やっぱりスピード差があんまりないんですけど、鋭くペッと落ちて速く落ちるんで、これやっぱりバッターもね、空振りする確率が高くなるなっていうふうに思いますね。あとね、カットボールもそうなんですけど、いいカーブもね、いいんですよ、結構。だからそれを見るとね、緩急の差もつけられるし、バッターの目線も変えることもできるんで、やっぱりね、空振り三振を取れる確率が高いピッチャーだなというふうに改めて思いますね。うん、今季優勝した鉄壁のリリーフ陣を誇る阪神の中で19試合に登板して、防御率は 2.45、まあ22回を投げて22奪三振と記録。9月21日の巨人戦では、吉川、ブリンソン、重信選手を3者連続空振りの三振に切って取るなど、まだまだ現役で活躍できそうな期待値なんですけれども、その辺もいかがでしょう？全然若いですし、やっぱり勢いもねあると思うので、いい補強ができたんじゃないかなっていうふうに思いますし、やっぱりね、阪神のブルペン陣がやっぱりすごすぎたので、馬場投手自体も本来だったらもう少しこう投げれたところが、やっぱりブルペン陣だったんでね、阪神のね、だからそういう面で投げれなかっただけなんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。だから決して防御率もね、悪くないですし、 2.45 だったらこれブルペンで、まあ、19試合に投げてもう少しね投げれてても、それぐらいの成績は十分出せたんじゃないかなというふうに思うので、まあ、来年の、ね、シーズン明けで見て、まあ、ブルペンどこで、ね、起用されるかわからないですけど、でもやっぱり、ブルペンが、ね、熱ければ熱いほど、やっぱり今の野球は上に行ける、ね、優勝行けるチャンス、優勝の、ね、チャンスがあると思うので、そこはやっぱりブルペンが何枚いてもね、いいピッチャーが何人いてもいいと思うのでね、そこはいい補強、本当にできたなというふうに改めてね思いますね。はい、馬場投手にとっても活躍の機会が広がるトレードといいますか、そういうチャンスになったんでしょうかね、やっぱり。もちろんそうですし、まあ、その現役ドラフトのね、やっぱり意図が出るんじゃないかなというふうに思いますし、で今年だってそう、阪神のね大竹投手だったり、中日の細川選手だってそうだし、出場機会を与えられるとやっぱりこう息になってねやる選手も多いんですよね。だそういう面ではチャンスがなくてこう埋もれてたところに関しては、やっぱり、ね、ポッとこういうね現役ドラフトで出て、自分のこう活躍の場をね広げられるっていうのは、これすごくいい制度だなというふうに思いますし、やっぱり僕らの時もね、もっと早くこれ制度があったらね、良かったなっていう気もしますけどね。うん、巨人の今オフの投手補強という点で改めて見ますと、まあ、ドラフト会議では1位で西舘投手、2位で森田投手、そして5位で又木投手と、まあ、即戦力投手3名を獲得。さらにまあトレードではそのオリックスから近藤投手、ソフトバンクの泉投手、元新人王のソフトバンク高橋礼投手獲得、そして今回の現役ドラフトで元阪神ドラ1の馬場投手獲得と、これ以上の補強はないと見ていいんでしょうか？多分でももう少し補強したいなっていう気持ちもあるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。まあ、欲張ってしまうと思うんですけど、でも
これ、まあ、あとね、外国人もいるんで、外国人をやっぱりピッチャーで2人は取らないかな、1人ぐらい取るような気がするんですよね。だからそれぐらいやっぱりピッチャーはもういっぱいいても本当困らないと思うので、ピッチャーが特にね、いればいるほど強いチームができるというふうに思うので、やっぱり来年の野球はディフェンスを固めてから、それから攻撃に移るっていうね、形にジャイアンツもなっていくんじゃないかなというふうに思うので、やっぱり阿部監督らしい、キャッチャーの、ね、監督らしいなっていう気がしますけどね、うん。まあ、こういった新しい投手が入ってくることによって、今いる巨人のピッチャー陣にも奮起を促したいというか、頑張っていただきたいですよね。いや、もちろんですよ。絶対負けられないとか、そういう気持ちになってくれないと、やっぱり相乗効果で、ね、上がっていかないと思うので、僕らの時もやっぱりね、ありました。やっぱり僕らがね、いても、やっぱりすごい選手がこう、やっぱりジャイアンツ入ってくるっていうこともあったので、僕らの時はね。だからそれ考えたら、うわー、うかうかしてらんないぞっていうね、こう危機感もありますし、やっぱ同世代の人たちがポッと入ってくるとね、やっぱ刺激になるんですよね。だからそういう面では本当にね、いいこう競争になって、やっぱりまた、ね、レベルが上がって、それがやっぱりチームとなってね、いい形になって、いい強いチームになっていくんじゃないかなというふうに思うので、やっぱりジャイアンツがね、強くないと他球団もやっぱりこう張り合いがないというのもあるでしょうから、だからそれはね、ジャイアンツが強くて、そのジャイアンツを倒したいっていう気持ちで多分他球団をやってくると思うので、それをね、やっぱり跳ね返してね、ジャイアンツは優勝してきたわけですから、だからそういう面ではね、いい補強法をできて、来年にいい形で臨めるんじゃないかなというふうに思いますけどね、うん。まあ、一方、巨人から現役ドラフトで出ていった選手ということになりますが、うん、北村内野手がヤクルトへ移籍となりました。貴重な右打者で、内野ならどこでも守れるっていうユーティリティのある選手、まあ、来季はですね、その右打者っていうところでいうと、松田選手、中島選手、中田翔選手、そしてブリンソン選手と右打者がごっそり抜けるというだけに、まあ、巨人打線にとっては代打などを考えるとちょっと辛いところなんでしょうか。でもね、僕はまあ、北村選手に関してよはやっぱり彼にとってみたら出れた方がすごく良かったんじゃないかなっていうふうに思うんですね。やっぱりね、ある程度内野がもうほぼ決まってるんですよね、これレギュラー陣が。で、やっぱり後のこうサブのメンバーがね、どうなるかっていうところですけど、でもやっぱりヤクルトに行けばある程度出場機会がすごく増えるんじゃないかなと思うんですよね。やっぱり僕ね、北村選手どうしてもこう2軍でこうなんかくすぶってるなっていう感じがすごくしたんですよね。27試合しかやっぱ出れてないってことはやっぱりもったいないなっていうところもあるのでね、やっぱりある程度こう計算できる内野手がもうジャイアンツは揃ってるよっていうところを考えると、多分北村選手的にはやっぱり出た方がね、すごく良かったんじゃないかなと思うんですよね。でもジャイアンツ的にはやっぱりこうくすぶってる選手がやっぱりいてもね、すごく選手のためにならないっていうところもあると思うので、そこはまあジャイアンツのね、戦力的にはそんなに変わらないんじゃないかなと僕は思うんですよね。まあ、北村選手がね、力がないかとかいうことじゃなくてね、双方にとって球団もそうだし、まあ、ジャイアンツもそうだし、北村選手も出たことによってね、また新たなチャンスがあるんじゃないかなというふうに思うので、そこは双方にとってすごく良かったんじゃないかなというふうに僕は思いますけどね。決してマイナスにはならないと思いますよ、はい。ちなみに久野さん、馬場投手、北村選手以外で久野さん的に気になる、まあ、活躍期待できそうな現役ドラフトの選手などはいらっしゃいましたか。ロッテからね、DeNA に行った佐々木千早投手、これはちょっと、はい、面白くなるんじゃないかななんて思ってんですけどね、うん。でもやっぱり怪我もね、あって、こうどうしてもこう自分がどうしたらいいのかとかね、こうくすぶってたと思うんですよね。だからやっぱりね、ある程度一軍でも投げれたっていう実績もあるので、やっぱポンと移ってね、自分の気持ちを新たな気持ちで、また野球に臨むことができると思うので、これ DeNA に行ってね、背負う形で戦力になれればいいんじゃないかなというふうに思うので、まあこれはすごく良かったなと僕は思ってますけどね、うん。いい DeNA もね、いいピッチャーを取れたんじゃないかなというふうに思いますよ。まあ、2021年はちなみに54試合に登板して34ホールドポイント防御率も 1.26 ですからね。出てきた当時ね、2016年ドラフト1位になって、はい、で出てきた時から、すごいいいピッチャーだなというふうに思いましたし、
まあ、そういう面ではまだまだ活躍ねできると思うので、まあ、リリーフなのか先発なのか戻るかはどうか分かんないですけど期待したいなというふうに思いますね、うん、ということでですね、現役ドラフト今年もなんかね結構見ものだなっていうふうに思いましたし、これやっぱいい制度だなというふうに思いますね。あの選手のためにね、なると思いますし、まあもちろんね球団もいい選手をね獲得できる可能性もあるんでね、それはすごく双方にとって球団選手にとってねいい形になればいいなというふうに思います。ということでですね、本日はこれまでです。どうもありがとうございました。